言えば最近遅いって言われないね。アーソレは画像認識した方が結局早いって広まってきたからかも。え？どういうこと？大抵の場合は記録したタッチをそのまま再生するよりも。あ、そうか。画像認識で見つけた瞬間に押す方が早いんだ。あと最近の機種は性能もいいから画像認識自体も早いよね。画像認識自体が早い？別に早いとは思わないんだけど。いや、実は早すぎて思ったように動かないこともあるから、スクショ前後とかアプリ側で多少調整はしてる。え？じゃあ最速じゃないってこと？いやいや、最速だとタッチされる側がちゃんと反応しないことがあるから調整してるんだ。なるほど。それで最速にするにはどうすればいいの？いや、話聞いてた。速さが足りない。いや、だから速すぎるとされる側が反応できないことがあるって。いいの、やってみてから考える。わかったわかった。ダメだったら戻すとか待ち時間を出すんだぞ。とにかく画像認識を速くしたい。まずはオプション、状態表示設定、再生プロセスの通知で再生完了のみを指定してみてください。何これ、関係あるの？プログラムにもよるけど、遅いと思った人には大抵関係あるので一回試してみてください。これ再生中に通知が出なくて違和感がすごい。この設定でもポップアップ通知出したい場合は変数項目をチェックだ。自動で生成された画像認識が他より遅い。デフォルトで高度な設定、初回撮影前に待機がオンになってるのでオフにしてください。この遅くする設定何なの？出た瞬間はまだ反応しないボタンとか画面切り替えの途中とかを認識しちゃうケースで困るから、自動生成の画像認識ではオンにしてます。画像認識したらすぐタッチしたい。画像認識の認識領域の中央をタップが遅いなら、代わりにタッチ操作項目でタッチしてください。画像が出るまで待って、出たらすぐタッチしたい。あ、これは2つプログラム例を出します。あれ珍しい。解説してるとチップスどころじゃなくなるんで、ざっと。ふふん、じゃあその1。こっちは1つの画像を待ち続けるやつです。うん、1つだけ待つなら繰り返す必要なくない？画像認識1000秒よりはこの形で待機を挟む方がアンドロイド君が休めます。なるほど。成功するまで繰り返すように画像認識の行き先を調整してください。じゃあその2。この例は2つだけど、複数の画像のいずれかが出てくるまで待つものです。あ、これ2つ目からは撮影オフにするんだっけ？そう、それが一番大事。スクショが一番負荷がかかるからね。1つ目だけ撮影なんで時間を0秒にしておくと。スクショ1枚ごとにそれぞれの画像認識をするようになる。何かラベルが絡むのは何なの？最初に言った再生プロセスの通知を設定してない人向けだね。設定した人は空にしなくてもいいの？うん、空にしておけば設定に関わらずポップアップ通知が出てこないってだけだから。また裏技を。長くなったので今回は以上です。あ、逃げた。画像認識の検索が遅いとかはサポートサイトのチップスも見てみてください。